おめでとうでーす。今回はイエーガの裏技を使うと突き上げグレネードが阻止できるということについてやっていきたいと思います。はい、そこの皆さん、視聴者の9割の皆さん、今日も話半分に聞いてますよね。どうせ知ってますよ。まあ、メルトンさんは冗談もね、たくさん多くて、まあネタみたいな動画だから。はい、そこの9割の視聴者のあなたたち、今日だけは話半分に聞いたら損しますよ。今日はマジで裏技やる。これ何やるかっつったら、あ、言ったわイエーガのマグパイを使うだけで突き上げグレネード阻止できます。これどうやってやるかっていうと、鉄骨化をしてからマグパイを置くんだ、このイエーガのガジェット。これを置くだけで下から飛んでくるグレネード、これ阻止できます。ちなみにこの動画撮ってるのもう3日目です。全然成功しない。もう今日はもう今回こそこのボムはもう必ずグレネードがよく来るとこだから、カメラに敵のグレネードが来るところを押さえます。いや、絶対もう成功させる。もうね、もう3日かかってますこれ、これ成功すんのに。えっ、なんでだよ、カメラ押さえたら。でも見えたよね、みんな。なんで俺が見てないとこでやったんだよ。でもマグパイがビュルってなんか線出てんの分かったでしょ。マグパイくんがうーってなってんの見えたでしょ。ほら、下の突き上げグレネードのグレネード吸ったの分かった。なんで3日目にして、おい、72時間経過してようやく今なんか敵がやってくれたのに映してなかったけど、皆さん分かったでしょ、これ強いでしょ。これ実は鉄骨化すると下のグレネード吸えるんですよ。これマジで強いでしょ。今日だけ話半分に聞いた人絶対損してるし、ドメトでーすっていう挨拶とサムネだけ聞いて帰った人も損してる。浅はかですね。やっぱ良くないですよ、俺のことバカにすんの。え、ミルトンはコメディみたいなやつだからって言ってる人良くないですよ。たまに本気のね、技紹介しちゃうからね、俺。びっくりするぐらい強いの。これね、広範囲に結構効いて、1階のほぼ全般のこの部屋あるでしょ、真下。この真下の部屋で突き上げしようとしたやつの、グレネード、お、ちょっと。よかった、やっと撃った。あ、俺もう成仏していいか。めっちゃ嬉しいんだけど、2回も撃つって。これです。超強いんだよ。俺、この動画撮るのにね、イエーガのディフェンスシステムをいろんなとこに置いてたら、おい、イエーガどこにディフェンスシステム置いてんだよ。お前、ふざけんなよ。トロールかとか言って、ブチギレられたりして、俺もうずっと涙した VC で、おい、死ねえやとか言って暴言飛びまくってたから、俺もう、頭きて、でもなんかチーカーのウサギみたいなことをね、 VC でしたらね、暴言飛んでこなくなりました。やっぱね、こう暴言中とかやばいやつにはそれ以上にやばいこの行動を見せつけるとやばいやつって負けるんだよ。あ、こいつ本当にやばいやつだってなる。あ、待って、あ、行っちゃった。あ、本当にダメだ。あ、もうダメ、もう嬉しすぎて本当に昇天しちゃいました。いや、なんかこいつにキル取られそうだったから急いで取りに行こうと思ったら間に合わなかった。でも見せれてよかった。何、完結した感じになって満足してんだよ、みんな。逃げんな、みんな。おい、逃げんなよ、おい。怒りますよ、俺、本当に。マジで、本当。許しませんからね。完結したと思って、今、動画閉じようとした人、今、俺止めましたからね、今、全力で。逃げないでください。ね、こっからが重要。なんと、これ、前よく聞いて。これね、イエーガのディフェンスシステム、下から上に反応するんだよ。まあ、つまり下の階にディフェンスシステムを置いて鉄骨化することによって上のグレネードを吸い上げることができる。これ頭良すぎるから。しかもこれ置き直し余裕でいっぱいできる。超強い、ぜひやってくれ。バンディッタもこれから突き上げグレネードで死ぬことはもうなくなる。今までマジでかわいそうだったから。俺はバンディット25歳。俺は最近補強壁に電気を流してるのに壁がすぐ割れてしまう。なんだかバンディットさんって息も臭いしブサイクだし仕事もできないなんてほんとダメな男ね。なんで俺はいつもこんなに罵倒されなきゃいけないんだ。そんな時に出会ったのがイエーガのディフェンスシステム。このディフェンスシステムを使えばマグパイというこのガジェット、おっぱいという響きですごくみんなの前では言いづらいんですが、このディフェンスシステムを使うことによって相手のグレネードを完全に防ぐことができるんだ。わあ、急にバンディットさん仕事ができるなってかっこよく見えてきた。これも全部マグパイのおかげだみたいな感じで、もうこの5秒広告を作れてしまうぐらいにはバンディットきらびやかになったからな。めちゃくちゃすごいぞこいつ。バンディットを救ったからな、イエーガ。ジャガーなんか、え、入ってね。お前どっから入ったの。待って、殺しちゃったが弱すぎるだろ。なんでワンパンで死なないよこれ。あれ、これ
え、待って、この状態は弱すぎる。なんでこれワンパンでしないんだ。え、なんか俺バグ見つけたかもしれん。このショットガンなんか一発で死ななくね。あ、出た。なんかたまにあるんだよこれ、シーズンごとに。これガチで来るんだけど、たまにガチ恋距離でしか殺せなくなるんだよこのショットガン。ガチ恋ショットガンなんだよ本当に。上がってんな。はい、死ね。待って待って、俺が死にそうになった。弱すぎるって。あ、もうこれバグってますこのショットガン。皆さんこのショットガン使ってるやついたら通るです絶対に。おい、全然近づいてきねえよ。うわ、こいつ微妙に起こせねえ。いや待って、あのテルミとガチ恋距離になったら、うん、好きだよって言いながら殺すわ。アリバイ起こしてやりたいけどこれ無理だー。なあ、めっちゃ VC ちっちゃい、身長2センチぐらい。おい、ワンパン、これガチ恋距離。あ、ごめん、アリバイ死んじゃった。いや待って、これロビーゾとか、いやこれ武器庫だな。いや、このショットガンのコツ、どんなゴミ武器でもメルトンさんは使えてしまう。それはなんでかって言ったらガチ恋距離で敵と接敵するから。任せろ。あ、待って、アザミ下にいる。これちょっとアザミが死なないようにしたらこのゲーム勝てるぞ多分。アザミはね、鉄骨されてるところずっと見てくれてるから、俺がこのロビーから入ってくるやつ見たら勝てる。あ、これ上の音だこれ、ベッド。いいか、それ上。はい、すいません、分かってますよ。ベッド入ってるよ。はいはい、分かってます。ちょ、うなずけば、うなずけば大丈夫。優しい VC だね、好き。優しい男の VC。 ここです、皆さん。15秒。ベッドとさっきの通路だね、バンカーだね。バンカー来る。はい、そうですね。あ、もうこれ勝ったわ、アザミ生きてるから。あ、もう死にますね、俺も生贄。これも勝ってます。ほら、もうアザミ見えるでしょ。もうアザミ死んでも怪獣生きてるから大丈夫。いや完璧。やべえ、全然ディフェンスってね、ほんとマジ成功しねえこれ思うように敵が来ねえ。でも強いよこれ。お前もしかして下から上のやつ全然成功しないってことは本当はできないんじゃないか。いや、するって、本当にするんだって。もう見せられないかもしれないから、もう適当に頭洗脳しとき自分で。あ、できるできる。おー、できてる。メルトンさんが言うことは絶対だ。あ、メルトンさんが言うならそれは成功するんだ。洗脳してください適当に。もう頼むぜ、もう本当に成功するんだって、じゃなくて成功するんですね。はい、危ない、なんか本音が出たのかと思った。いやでも本当に成功する。ちょっと、おー、びっくりした。でも本当に、なんつうの、下から上のやつを据える。鉄骨のやつに通るからね、グレネード。グレネードが通るってことはディフェンスも通るんだよ。いやこれね、マジ頭いいよな、もうよく気づいたわ。あ、でもね、そんなね、頭の良さそうなね、この動画投稿者メルトンさん、このメルトンさん頭いいなと思った人ね、ぜひ今日の24時に配信するんで、ぜひ見に行ってください。配信しますよ、生放送。ほんと今日のこの動画上がった今日の24時動画上がるのいつか分かんないけど、数時間後に配信します。この動画が本当にいつ上がるのか分かんないけど、多分この日の今日の24時ですね。ぜひ見に来てくれ。いやでも俺ちょっと本当賢いところを見せるために、俺は本当に成功させるぞ。俺もうみんなにバカにされまくってっからな。この前のコメント欄で、25歳でカタカナ読めるのすごいな、30歳ぐらいにアルファベットもいけそう。なめてんのか、俺なんだと思ってんな。めちゃくちゃみんなアホだと思ってね俺のこと。いや、びっくりしたんですよね、そのコメント見て。おお、そのコメントだけ際立ってたからな、もう俺の目に飛んできたぞ。本当に俺を何だと思ってるのかよくわかんないんですけどね。マジ賢い配信者なんで、配信動画投稿者なんで、なめないでください。いや、これ待って、俺もう正面ファイトしてこいつら追い出して、もう無理にでも大まですよ。あ、まただー。まあでも強いんだって、信じてくれ。あ、もうやってくれたのねそれ。でも超強いでしょ、わかんないけど。俺今ね、なんでゴーヨー使ってるかっていうと、トイレに行っててキャラピックができなかったんですよね。いやもう暴行には勝てん、暴行には逆らえんかった、すまん。あやきゃっかべ。もう聞き取れた人が何人いるかわかんないと思うんですけどね。やる気あんのかおめえって絶対思ったと思う。いやだけど俺やる気あるよ。俺ね、まあ GO よ。うん、まあまあまあ適当に紹介できます。プロなんで、もう実況のやっぱプロなんでできちゃうんすよね、適当に。ランドピッカー、うん、GO よ、うん、適当に話します。できちゃうんすよ。これ何やるかっつったら C4 フェイント、数億回やってるこの技ですね。これでも高層ビルね、めちゃくちゃうざいのがあって、なんか右にさ展示みたいのがあんのよ。というかなんか小物が多いんだよ高層ビル。
だから C4 起爆せずに、飾りみたいな感じにポンってなんか置いてフェイントかけるっていう技。ちょっとね、話してると俺の日本語力がなさすぎてみんなハテナになってると思うから画面見て。俺もう低等級の日本語ですまん。あ、これ右でチェックして左で壁抜く、これ強い。これみんな真似して、この右の隙間で見て、あー、こうしちゃった。右の隙間で見てチェックしたら壁抜くっていう。強い。あ、来たな、これやるよ。右の天神のところに乗せる。シーンどちら走ってくるんだよ。しかも壊されないしね、これよこれ。はい、ということで皆さん、イエーガのディフェンスシステム突き上げのやつも強いし、こいつも強いのでぜひやってみてください。ということでメルトンでした。バイバイ。